はい、皆さんこんにちは、もち TV です。ということで今回もウィニングレビュー選手のアプリやっていきたいと思います。ということで今回はですね、まあ、戦績、まあ、前回、レートね、まあ、800突破なるかという動画出して、うん、まあ、ちょっとね最後切断でゴタゴタがあってねなっちゃったんですけど、まあ、ちょっと無事ねあの後やりました。808までね、はい、伸ばしてなんと最大連勝記録も19。なるほど、次で20だ。これをねなんとか20に乗せたい、はい、という思いで今回はオンラインやります。はい、どう、大丈夫、連れてきてる全員大丈夫ね。さあということでマッチング、でも近い人とレマッチングっていいよな。マッチング、うるさい、すいません、マッチング、黙れ。どうしようかな、レーティングが近い。いや別にいいでしょ全部。うーん、誰とでもマッチングでいいかな。もういやいや別にいいじゃん、誰とでもマッチングじゃなくてレーティング近い人でいいやん。なんで、だってそれの方がメリットないですやん、そんなもん。900台とか来ちゃいますやん。マッチング、誰とでもマッチングしとけよ。江戸とマッチング。あのさ、808とかで近い人とレーティングとかド M だからね。まあでもそれ通りになる、なる、これなんなくない。300とか連れてくるよ。まあね、ピョッコラ上がるよ。さ、江戸春美ってさ、うん、なんかライズアップですごく激変したね。ふざけんな、ふざけんな。激変したのにさ、全然、わこれ絶対通信苦しそうやな。いや、わかんないよ、そんな。いや、早いんだよ。早いと、要は、PSO だとあれなんだよ。絞って絞ってくるから。え、そうなの、絞って絞ってくる、どういうことや。いや、やばいな、怖いな。この速さ怖いんだよ。怖い怖い怖い、ここら辺ちょっとレート高い方。グー名前、劣等生って。あ、一等生、それちげえよ、それ滑らない話のやつじゃん。うおー、あー強い、劣等生じゃないじゃん全然。カバーニ、スアレス、ピャニッチ、ハメス、ゴディン、チェフ、これはいや、ハメと、もう黒玉ボンバーじゃん、黒玉ボンバーがいるね。え、もう一回の怖いね。いや、これの500台は怖いわ、マジで。黒玉ボンバー、うん、げえ、うるさいバカだよ。さあ、ただ負けられないからね。もう負けたらガッツリ。まあでもどうなんだろう、黒をめっちゃ保有してたらさ、もらえるかな、ちょっとは。ちょっともらえるかな、500でも。いやー、チェフっていうのが嫌だわ、キーパー。名前なんなの、劣等生って。全然ピャニチも高い位置取ってる。メンバー強いからな。さあ、ゲームはスタートしています。いいですね、ここら辺早めに入れて、おーっと、いや近くなんだよね、もう一枚。はい、まあまあまあ、OK。ここら辺ね、おお、蹴ってくるんだ。なるほどね、なかなかいなかった、今までだろ。さあ、そしてゴディン。ゴディン、勝て。さあ、このあと、このあと、このあとね、あーっと、抜けてったね。うわー、いいな。マスリンじゃん。いいなー。あ、ここ怖いよ。おー、ここ、出ろ、OK。カバーにナスリじゃん、やべえ。さあ、ここ怖いね。スローインをカット、これは読んでいました。ここはよ、オッケー。さあ1点欲しいね、早めに。このチームはオッケー、ナイス、足出てる、ドリです。なんで、おそうそうそう。さあ、まあ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 、はい、オッケー、ナイス。さあ、ここ前行って、中、ほい、ああもう一個、これはこの後の処理。いや惜しい、今寝る？いや、まあ、惜しい。オッケー、ナイス。さあ、オッケー、ここも取って、もう一個。オッケー、オッケー、ここも。さあ、この縦ね、怖いよ。カバーニ。まずい。さあ、ナスリのクロス。ナイス！ナイスキー！ナイス、手足提言。おー、だいぶ。10%切ってる。さあ。10%切んなよ。オッケーオッケー。さあ、ちょっとミスが多いですね。10本切るの怖えな。取った。なんだあのピアニチのため。ここ勝負ですね。さあ、いやー、それちょっと強引だったな。まあ、この後ね、ほらほら来た。わあ、ちょっともうちょい来たかったな。まあこれあるね、まだ。さあさあ、神の子ね。邪魔、何やってんだよお前、邪魔だよ。あ、まだあるぞ、チャンス、ラッキー。まだありますね、チャンス。あー、くそ。いや、ちょっとね、良くないですね、このチャンスを決められないっていうのは。さあ、
被災、被災俺も使ってんだよ、俺の無課金端末で。さあ、ナスリ怖い。オッケー。黒玉はね、マジボンバー強さあるから。さあ、ビルフレド、これ落ちいですね。オッケー。いやー、まだ、おー強い。抜けてくる、これを読んでいた。おい！いやでもメッシで思いっきり溜めてたやん今。くそー、決めたいな。チャンスは作れたな今ので。チーフ、チーフも結構強いからな、キーパー強いよ。まあ一番はゲームだとクルトワなんだけど。おーっとっとっと、メッシ。さあまあここはしょうがないね。ロドちゃんどうなの、なんかすごい溜めるな。さあ、はい、いいね。あーやらしてくれー、ここだよ。いやちょっとね、一点欲しいって時に取れてないね。怖い。あとね、携帯の充電も怖い、うん、非常に。全てがギリギリの戦い。そう、それ嫌なんだよ。ギリギリでグーグーいつグー。はいはいはい、こうでも怖いよ、気抜いててやられるよ。さあ、あ、いいね。あ、これ来るよ多分。怖い怖い、艦隊多分クロスだな、これ絶対。なんか結構家庭のもうあれだったから。さあ、あ、ビルフレド打っていった。あ、打つんだ。あ、まあしょうがない、アンビスだね。さあ、これ蹴っちゃってもいいかな。はい、低弾道入ってます。ビルフレドに向かってやってほしいんだけど。さあ、腰はない。オッケー、ナイスカット。逆にドリだね。スピードを上げたいところ、メッシ。オッケー、おいしょー、よし、流れるような横線、ブラボー。言わねえよ。なえ、まだだよ、なんだこいつの記事は。なんだ、ムリちゃんを、ハビちゃん、ペドロってよくね。ムリちゃん、明日あれや、落ち着けって。一体大事なんだって。敵イライラしてっから。なんだお前、ん、敵にもグーな思いさせてやんねえと。グーって敵にもグーって。ただ敵にグーで攻撃しちゃいけないよ。待て、怖い怖い怖い、完全クロス、絶対完全クロス。ほら、そうですね、クロス、ほらでしょ。オッケー、絶対クロスだから。カバーニ怖いわ、うん、カバーニのね、グークロスやられたら終わるぞ。怖い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 、食って引い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 て蹴れ。あ、いた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 、あー、縦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 、あーっと、なるほど、これ知らない。オーケー、ナイスカット。さあ、この後、はい、さあ、クロスあるか。いや、クロスせえや。いや、お前クロス引いてからやで。じゃ、フリック。まあ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 、これ知らない知らない知らない。オーケー、このパスが抜ける。ここ結構大切にいきたいよ。ヘディラ、この試合でアシストを記録しています。おー、ナイス。あー、ちゃちゃ、あー、あー、ローレンとやつに2人引き殺された。さあ、ここいいね。はいはいはい、71分ですね。もうよし、勝った。ここはでかい。あー、強いな、やっぱ。さあ、ここ怖いですね。ナスリ、さあ、これ絶対ね、クロス、クロスの可能性大ですよ。おお、裏ほい、メッシ、メッシは勝てねえよ。さあ、メッシ、いやー、まだまだまだ、これまだある。神ある、神の軍からのチャチャ。100、おお、お前、おお、おお、ちょい、あー、来た、つらけんの。卓球の張本智和、張本智和のチョレイ来ましたね。200の、うん、おー、お前は調子こくなよ。おい、グーの思いさせんな相手に。お前、お前、これシュート、シュート打ってくる。え、おー、走るの、走るの、走るの、おい、コーナーやだね。はい、オッケー、ケギラ、すげー、マジ。あ、あるあるある、これあるね、攻撃。さあ、FC 東京、さあ、
FC 東京としては、あ、まだよく、ここやってるよ。あー、くそ、OKOKOK。 結構やっぱりあれだな、守備がうまくいってんな、今日。まあそうだね、攻撃が微妙だったけど。あ、これ裏のやって、あー、出ちゃった。やっぱ守備堅いからさ、前半一本もシュートさせなかったでしょ、なんだかんだ。まあいい形にはしてない。お、なんだそのパス。もうこういうのなくしたいんだよ、まあ、この最後ね、最後やられない。 OK、 こだれ引いて引いて打ってくるかな。スルイスソレス、さ、これ絶対来る。いや、クロスさせんな、クロスさせたら勝てねえよ。いや、だからクロス、おお、なんだ、なかなかクロス難しいんだこのゲーム、アプリ。あの、ゲーム版だとさ、フリーでクロスさせたら怖いじゃん。俺もメッシ見せてたじゃん、豪快に。いや、でも、いや、厳しいよ、あれ。さあ、すごいいい、すごい強いチームだったな、チームメンツは。うん。さあ、勝った。6位もらえた。6って結構500にしてはもらえるよね、うん、だからチーム力レベルがやっぱ、そう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 。いやー、いいね、チョレも出たし。チョレね、うん、20位になったってことはマジでかい。まあまあちょっとね、今日はあんま結果、内容はあんまりそんなに良くなかったんだけど、ただでも結構な銀河軍団と当たったわ。そうだね、うん、いや、来たわ。20連勝、スアレスとカバーニでしょ。スアレス、カバーニ、ハメス、ウルグアイコンビじゃん。そう、スアレス、カバーニ、ハメス、南米、ここまで。ここまで南米、ゴディも南米、ウルグアイ。え、ウルグアイめっちゃいるやん、うん、スアレス、カバーニ、ゴディ。ザ・ウルグアイとかだったんじゃん。で、チェフ。名前もっとね、優等生にしとけばいいの、うん、ということでね、まあ今回ね、やってきたということで、まあ内容はね、そんなに良くなかったんだけど、でもやっぱり守備を固くしたことで、まあ後半ね、そうだね、最初中でガッチリ守って外も潰して、まあ、あんまりそのなんつうんだろう、あのピンチらしいピンチはなかったから、そうだね、まあ良かったかなっていう感じ。あとね、だから今後の課題としてはやっぱりクロスの精度とか、まあそうだね、細かいパスミスがまだちょっと多いんで、はい、ゴール前でのね、あそこら辺をもうちょっと調整してね、今後もね、はい、また動画撮れたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、また次回でお会いしましょう。さよなら、ボー。